高崎、ダルマ寺のダルマ岡山県倉敷市玉島地区で作られている玉島ダルマダルマを作る様子ダルマはインドから中国へ仏教を伝えた僧侶、ダルマ。展示でダルマの座禅姿を模した日本の置物。現在では縁起物として広く親しまれている校舎について本校では解説する。多くは赤色の張り子で制作される。 だるまが壁に向かって座禅を続けて手足が腐ってしまったという伝説にちなみ手足がなく顔が大きい白目のまま販売され祈願のため左目に黒目を描き入れ成就すると右にも黒目を入れる目入れだるまの風習が江戸で文化年間に始まって以降続いているだるまず鎌倉時代に日本に伝わった仏教禅宗ではだるま大しという僧侶を、 重要視し、祖師の言葉はダルマを表すこともあるほどである。禅宗寺院では、ダルマ大師を描いた掛け軸や札を、いわゆる仏像のような役割で用いることが行われるが、ダルマ大師には壁に向かって九年の座禅を行ったことによって、手足が腐ってしまったという伝説がある。ここから、手足のない形状で置物が作られるようになった。ダルマの源流は、 丸みをつけた底近くに土星のおもりを入れて重心を低くすることで倒そうとしても起き上がる人形、ふと沖縄にある。これが室町時代の日本に伝わり、起き上がりこぼしが関西をはじめとして作られるようになった。今日のようなだるまが生まれたのは江戸時代で面壁9年と伝えられるだるまの座禅姿を倒れても起き上がってくる起き上がりこぼしに移し、 不当不屈の思いを込めたと推測されている。江戸時代に中国から日本の長崎にある大漠囚寺院に持ち込まれた起き上がり小星はインドで僧侶の衣服の色として用いられた黄色であったと伝えられているが、日本ではだるまは赤色を基調とした塗装が一般的である。日焼の色である赤は古来から魔よけの効果があると信じられていた。縄文時代には、 当時の魔法の器具とも言える、一大発明であった土器を作り出す日や命の糧で、ある動物の地に力を感じていたことは想定できるし、古墳では石室に水銀種が撒かれて、貴人の亡骸の腐敗を防ぐ役割を期待された。平安時代には、貴人の住居や神社の鳥居も腐食を防ぐ赤であるにで塗られた。お祝い事の席には衣服にしろ食べ物にしろ、赤が欠かせぬものであり。 様々な病や災いは赤色をもって防げると考えられてきた。江戸時代以降に日本で描かれたダルマ大使の絵なども赤い衣で描かれている。縁起物として紅白となるよう白いダルマを作ることも行われてきた。昭和以降になると赤白色以外にも黄色、緑色、金色等の色を基調とした色とりどりのダルマも製造されるようになった。 ダルマは生産される地域によって、形状、彩色、材質などが異なっており、地域名を冠した名称によって区別されることが多い。以下に有名なダルマの種類を挙げる。松川ダルマ宮城県仙台市とその近郊で製作されているダルマ。胴体の前半分が青で、後ろ側が眉毛に毛を使っているのが特徴。また、胴体前面の宝船や服の紙が、 立体的に掘られている。材料には、地元の野牛和を使用している。仙台ハリコの一種。天保年間に、仙台藩士、松川豊之進が始めたので、松川だるまという。独眼だった仙台藩初大藩主、伊達政宗に配慮して、初めから両目とも描かれた状態で販売される。高崎駅構内の機関車だるま群馬県高崎市で生産されているだるま。 上州だるまとも呼ばれているが、公式名称ではない。全国生産の80%に匹敵する年間170万個が生産されている。現代の選挙の際に立候補時に左目玉を墨で入れ、当選後に右目玉を墨で入れる選挙だるまのほとんどが高崎で生産されている。冬に乾燥する気候がだるま作りに適しており、 農寒期の副業として盛んに行われた。始まりは、遠方5年に、安ずさつきしん自然寺が解散した前週の一派で、ある大枠集の少林山だるま寺で、毎年正月に、心、こ自然寺の描いた一筆だるまの座禅像を配り札としていたことによる。その後、文化年間に、だるま寺の近隣の上と8日の山形智五郎が、 ダルマ寺旧代名住職の東国王将に木型を彫ってもらい和紙を貼って作ったのが高崎ダルマの始まりとされている。たまに近い形状の赤色の胴体にくぼんだ白い顔がついており、そこに豪快な髭と眉毛が描かれている。この髭と眉毛は鶴と亀を表すという。衣服には金色の縦縞が描かれ、正面中央や顔の左右には文字が記入される。 特注で、ここに祈願内容など、独自の文字を入れることもでき、祈願のシンボルや、修儀の贈り物として広く利用されている。福島県福島市で生産されているだるま江戸時代後期から約150年にわたり、制作されてきた。やや長身で顔の彫りが深く、眉がつる、髭が亀を表し、 顔の両脇に、カボを意味する、唐草模様が描かれていて、どことなく華やかさがある。また、睨みつけ悪魔を退治し服を呼ぶという縁起者として、睨みを聞かせるために最初から目が入っているのが特徴。福島県白河市で生産されているだるま江戸時代中期、白河藩主、松平定信が、絵師、谷文長に考案させたのが、始まりとされる。 地元のダルマ製造店では、祖先が谷の図案と、お墨付きを、道金と共にいただき、はるばる系、ダルマ修行の命を受けて出立した。修行の赤き眉毛は鶴、髭は亀、耳髭は、松と梅、顎髭は竹を表して帰郷したと言い伝えられている。また、文政六年の横町江津に、旧欧州街道沿いの横町で、 現在もダルマ製造業を営む渡辺ダルマ店の住居、作業所がある位置に河原作品7の名が確認されていることから、この人物が白川ダルマと大きく関わっている。可能性が高いとされている。白川ダルマは顎げが長いのが特徴。薬よけと家内安全の利益がある赤ダルマと海運の利益がある白ダルマが作られている。 年間15万個が生産されている。腰谷だるま埼玉県腰谷市で生産されているだるま。武州だるまとも呼ばれ、江戸時代の教皇年間に、間栗のだるきちという人形師が従来あった起き上がりこぼしに座禅を組んだだるま大師を描いたのが始まりと言われている。他に比べて色白、花高、福々しいという特徴があり、川崎大師や、 芝又大釈店など、関東一園をはじめ、全国に広く出荷され、越谷だるまの名で知られている。越谷市、だるま組合の越谷市の7県、埼玉市1県、春日部市1県により年間約40万個のだるまが生産されているが、そのほとんどが手作業によるもの。明治から始まり木と焼き布の産地である武蔵国の中でも特に、多摩地域のだるま市で知られる。 埼玉県でも見られるもので、養蚕農家が神棚に備えたものであり、合格祈願などのだるまも作る。東京、八王子から伝統を受け継いだもので、神奈川県平塚市で生産されているだるま。静岡県富士市の学南地域で生産されているだるま。優しく穏やかな表情が特徴。大分、武田の姫だるま愛媛県で作られる、女性の外見をしただるま。 近現代になって、広告士官が広まってから、神宮皇后の置物として作ったもの。女性の外見をしただるまは、新潟県や石川県や大分県武田市などでも、生産されている。静岡県伊豆市の問いだるま市で売られているだるま。目を引いて売りやすくするために仏教というより道教で、空風下水道をそれぞれ象徴する、色、青、黄、赤、白、黒で五色に塗り分けたもので、 時代はそうくだらない。日本の各地で養産が日本の一大輸出産業として盛んになった明治以降に作られ始めた眉型タイプのだるまの一つでこれの時代はもっと新しい。丸型ではなく氷炭のように株が大きい。願い事を海運札に書いてだるまに貼りお祈りするときにはナムダルマシャバカと3回唱えるとしている。大分県大分市。 宗方地区で販売されているダルマ。幸せを呼ぶ鈴を入れたダルマドガング。ピンクを基調とした装飾用の七点八気の可愛いダルマで起き上がりこぼし的な小さなダルマ。旧大分県早見郡肘町の発展に尽力をした即つび目を人形化したもので、幸福の木、人生の子、代々の栄誉を祈願している。広島県三原市のダルマ。 三原神明市で販売される。願いがなるようになり物の鈴や小石が入れられ、細長い頭をしており、じ島だるまと同じく豆絞りの鉢巻きを締めている。また、拳代のだるまは、握りだるまと呼ばれる。三原市のマスコットキャラクターとして2015年に制定された安さだるまはこれに由来する。だるまを販売する市が、だるま市として、毎年各地で開催されている。 小林山七草大祭と、薬除け岩残大師大祭に、微射門天大祭か、白川ダルマ氏を合わせて、日本三大ダルマ氏と称される。ダルマ落とし弾丸の先端に形状が似たダルマの下に、円柱を数段重ね、それを横から一段ずつ木槌で叩いて抜き、倒れないようにうまく一番上のダルマを落とすという、玩具、遊びである。銅を素早く叩くのがコツである。 子供の遊びの一種。鬼ごっこの編集と考えられる。鬼が、その他の参加者に背中を向けて、ダルマさんが転んだを唱える間に、他の参加者が鬼に触れ、より遠くへ逃げることを目的とする。鬼が呪文を唱えている時以外は、他の参加者は、身動きの一切を禁じられる。二人が顔を見合わせ、笑いを我慢する。この時、ダルマさん、ダルマさん、にらめっこしましょう。笑うと負けよ。 アップップと掛け声をかける。俺たち表金属にもこのコーナーがあった。ダルマ弁当高崎駅の有名な駅弁に、ダルマ弁当というのがある。高崎市が、ダルマ製造で有名なことを受けて、ダルマ型の容器に白ご飯を敷き、その上におかずを乗せたもの。レギュラー版は、高崎ダルマに似たプラスチック容器を用いているが、古いダルマ弁当を再現した、復刻ダルマ弁当は、 瀬戸物の眼光鋭いダルマの表情を描いた容器となっており、全く別の造形である。雪ダルマ、ダルマセリカ。ありがとうございます。